西の遠征2社が主導権へと変わっていきまして、この後ろから9番の吉原、南関東の3社が3番手から5番手、車を引いていく4番の丹波康介、1番の菅谷隆が再び後方から発進の構えを見せました。残り2周を切って2コーナーからバックストレッチ、バックで1番菅谷隆積極策と取っていくか、8番の西村、東京両者で鐘を迎えました。3番手に5番の田中、西の2社3、4番手、そして4番の丹波康介が巻き返していきまして、中近ラインはこの後ろ6、7番手、南関東の3社の間に入っていきました。残り1周を切って1番の菅谷の正攻法ですが、この間に3番手から5番田中裕二が鋭くまくっていきました。先行策、この後ろから4番丹波康介が自らまくっていきました。後ろに7番が富永は離れています。さあ固まってきた5番の田中が先頭、外からかぶせるように4番丹波康介ねじ伏せるか、この後方から9番吉原智彦がまくって追い込んでくる。さあ広がった9番の吉原、大外3番の渡辺秀明迫った、9番の吉原かゴールイン、外3番渡辺秀明。